ここは多田がキープします。そしてスペースに空いた原望の得点です。で、リーバイルテリスは林のここから渡辺一輝決まりました。熊崎です。1対1打ち抜いた、決まりました。そのピボットの位置で25番の林、逆サイド23番の森本、決まりました。林、そして多田がフリーで待っていました。山本から吉岡打っていく、ここはえのきのセーブです。速攻パス流れます。白月が急いで戻る、しかし満タンに決めた。いや、塩田さんも今思わずおおという声が出ましたけれども、満タンにからピボット使う、決まった。渡辺が後半2点目です。足からただサイドに流した、熊崎、決まった。ちょっとあの審判に分かりやすいよう、おっと、ナイスセーブ、極みしてきました。ただの突破、後ろから森本待っていました。森本穂が最後締めくることができるか、満タンに落として近藤、決まりました。